皆さんこんにちは。鹿児島中央駅指宿駅間を1時間弱で結んでいるデザイン&ストーリー列車指宿の玉手箱に乗ってきました。指宿の玉手箱は毎日3往復もしています。この日は平日にもかかわらず僕が買った切符で満席になるという人気の観光特急です。僕は鉄道マニアではないですが、よろしかったらご覧ください。宮崎から鹿児島中央駅までは普通列車で向かいます。座席はロングシートではありませんでした。乗車券は指宿駅までの往復で購入しました。宮崎駅から指宿駅まで普通列車で行くと都城駅か西都城駅と鹿児島中央駅で乗り換えて片道3300円です。後ろの車両のドアが開かない駅がたくさんあってびっくりしました。あと日本語アナウンスの後に英語のアナウンスがなかったので、やっぱ田舎だなと思いました。車内アナウンスはこれだけで終わりです。 Next stop is 霧島神宮、霧島神宮ステーションみたいなアナウンスはありません。
霧島神宮行くまでは6分弱かかりました。小田急江ノ島線の鶴舞駅と南林間駅が約30秒ぐらいだと記憶しているので、すごい差ですね。鹿児島中央駅に到着しました。隣のホームに止まっていた指宿の止まて箱は間もなく指宿へ向けて出発します。僕はこの列車には乗れません。タッチの差で満席になり予約ができませんでした。なので普通列車で指宿に向かい、指宿駅から鹿児島中央駅間で指宿の止まて箱に乗車します。指宿の止まて箱が出発した後、憧れの豪華列車36+3が入線しました。指宿行きの発車が12時2分、36+3の発車が12時17分だったと思います。36+3を見ることは難しいと思っていましたが、指宿行き発のギリギリで入ってきてくれました。指宿の止まて箱に乗っていたら見ることができなかったので、ある意味ラッキーでした。誰もいなくなったので車内を撮影しました。他の方の動画を見て思ってたんですが、車内に段差があります。首都圏にいた時には京浜東北線、相鉄線、小田急線を毎日使っていましたが、段差はなかったんです。出張の時に関西で電車に乗った時にも段差はありませんでした。もしかしたら地方の駅は首都圏と比べると駅のホームの高さが低いのかなと思いました。イブスケ駅に到着しました。ゆくさおじゃったもしたって書いてますね。ようこそいらっしゃいましたって意味です。竜宮伝説のイブスケへようこそというわけで、イブスキの玉手箱なんですね。さすがイブスキという風格のとても立派な足湯がありました。電車の待ち時間が長くても苦痛にならないですね。指宿に着いたら食べたかった有名ラーメン、竹虎さんです。定休日はしっかり調べてたんですが、振り替え定休日ってなってました。指宿のご当地グルメ、温玉蘭丼をいただきました。砂蒸し温泉の源泉で作った温泉卵を乗っけてるみたいです。駅舎の中にはフォトスポットがありました。キハ47って書いてる。指宿の止まて箱は九州新幹線と同じ2011年3月12日に運行を開始しました。この日3回目の指宿駅入線です。指宿の玉手箱6号、
指宿駅15時5分発です。指宿駅発は2号車が先頭車両になります。早速乗り込んでみます。やはり段差があります。このソファー席はフリースペースです。キッズチェアが3席あります。背の低いカウンターです。これはベビーベッドです。2人掛けシートが2列あって、1人掛けソファーが2つと2人掛けソファーが1つ並んでいます。このソファー席も指定席です。この席が僕的には一番豪華だと思います。海側にはカウンター席が8個並んでいます。海側なんでしょう。2号車後方には2人掛け席が3列とカウンター席が3個あります。のれんをくぐって1号車へ行きます。趣がありますね。トイレはこちらにあります。こちらは車椅子スペースです。2人掛けのシートが左右に3列ずつあります。このソファー席はフリースペースです。2人掛けシートが3列と海側にカウンター席が5個あります。1号車後方には4人掛けボックスシートがありました。電車の中なのにピカピカで非日常の空間が広がっています。カウンター席は回転させることができます。記念乗車証にスタンプを押しました。海幸山幸の時に力強く押しすぎて失敗したので軽めに押しました。成功です。カウンター席には立ち上がるときに便利な取っ手がついています。海を眺めながらコーヒーを飲みます。訪れるという言い伝えがあります。ぜひ
カウンター席は間隔が広く、外を眺めている時には横の人が視界に入ることなくゆったりと過ごせました。鹿児島中央駅手前に指宿の玉手箱の予備車が置いてありました。鹿児島中央駅に到着しました。玉手箱の煙に見立てた煙の演出です。指宿の玉手箱が出ていきました。ありがとうございました。特急らしき列車が止まっています。アラウンドザ九州って書いてあります。こちらの普通列車で我がふるさと宮崎に帰ります。こちらの電車には段差がありませんでしたが、ホームと電車の段差はめっちゃありました。